はい、皆さんこんばんは。それでは今夜はですね、久々に気分を変えまして、単発ホラーを遊んでいきたいと思います。今回遊ぶのは、ナイトホラーズというゲームです。早速やっていきましょう。さて、このゲームなんですが、パッと見ていただいてすぐわかると思います。警備室みたいなところ、そして扇風機ですね。そして最初、電話のコールから始まります。はい。こちらこの長いので今回飛ばしちゃいますけども、まあ、勘のいい人というかね、私の実況を今まで見てくれた方は大体わかると思いますが、ここにピザもありますね。はい。これは、俗に言うアニマトロックス系のゲームですね。はい。この手のものは何度もやってきたのでわかると思います。そうですね、これ。Five Nights at Freddy's ですね。系の、多分ファンメイドの作品だと思いますね。フレディーズももう本当に、半年に一遍は遊んでんじゃないかと思います。で、今回のこのゲームのルールなんですが、非常に、シンプルです。こっちかな。ちょっとね、この、懐中電灯の光が弱すぎてちょっと暗いんですけども、ここですね。ここに、脱出する出口があるんですが、キーカードが必要となります。で、ちょっとね、妙なオフィスなんですが、まあ、こいつが襲ってくるので、こいつにやられないように、正しいカードキーをこの先にある迷宮からね、手に入れて脱出しなきゃなりません。もちろん捕まったら死にますと。という感じのゲームです。特にセーブもないので、かなりですね、難易度が高いのか、運次第だと思いますけども、そんな感じのゲームとなります。ではまずこっちへ行きます。そのメタルギア感がありますね、これね。はい、あなたは脱出しなければならない。捕まらずに正しいカードキーを手に入れて、脱出しなければなりませんみたいな感じの警告文が出ました。そうすると、はい。もういません。で、こっちですね。こっちに入っていくわけですが、敵が近ければ足音が聞こえます。で、おそらくですけど、逃げるの無理です。音が聞こえて発見されて走ってきたらもう 100% 捕まると思った方がいいですね。You have... あ、取った俺、今。カードキーを手に入れたら、それが当たりだったらそれで一発で脱出なんですけども、違ったらですね、全く反応がありません。今見えなかったな。取ったっけな。もう一回やってみるか。はい、違いますね。カードキーありませんでした。ポツンと落ちてるんですよ。ちょっと今、英語読めなかったのであれですけど、ポツンと落ちてるので、そいつをですね、手に入れて、正しければ脱出ができるっぽいです。まだ脱出したことはないんですけど、カードキーは何枚か見つけたことあります。こっちは見たのか。で、奴がいれば、足音が聞こえてくるはずです。いきなりか。こっちの足音とかは多分気にしてないんじゃないかな。やばい。近いですね。まあ、この手のゲームはね、やり慣れてますので。やばいな。ちゃんと音聞かないとまずいね。まあ、遠ざかっていけばいいんじゃないかな。行き止まりか。やばい。ちょっと待って。やばい。見られたか？あー、くそ！見られた？どこに目がある？はい。ということで、結構遠くから感知しますね。感知ちょっと待って。古すぎた。古すぎましたね。ラブストーリーは突然にです。よし。もう一度行きましょう。ちょっと待って。つか、走っても大丈夫じゃないか？足音って聞かれてんのかな？あ、ここさっき見たか。ちょっとね、その辺まではよくわからないんですけど、足音とまで聞かれてんのかね。あった!よし。一個取りましたね。ちょっとじゃあ、行ってみましょうか。これでクリアだったらなんかすごい、あっという間に終わっちゃうね。さあ、青のキーカードを取りました。果たしてこれは正解なのか?ちゃいますね。ちょっと私クリアしたことないんですけど。押しても反応がないということは、偽物ですね。では、じゃあ本物を探しに行きましょう。つか、これライトが暗いよな。これ覚えてられねえな、マップ。さすがに、覚えてられ、これ今撮ったところか。まあ、同じ部屋にはねえべえな。では、こっちは、あ、同じか。行きたくねえな、こっち。ここ行ったら、さっきここでやられたんだな。まあ、多分奥に行けば奥に行くほど、足音しますね。大概床に落ちてんじゃねえかな。あ、やば。ライトって消せない。あった、あった、カードあった。これや。何のこと?いっちゃいっちゃいっちゃ。索敵モードでもしてんのかね。よし、これ、意外と道に迷わないね。マップは得意ですからね、覚えるのね。どうかな、これ。いきなりクリアしちゃいそう。ちゃうのか。それでも違うか。くそー。うん、ダメですね。正しいのを見つけなきゃならないみたいなので、ボタンを間違ってるわけではなさそうです。また行くのか。さあ、では、あの奥かな、じゃあ。こっちじゃねえ、こっちだ。あ、こっちはいいのか。こっちでよかったか。絶対あいつ奥にいるもんな。うわー、くそ!最悪だよ絶対奥にいるじゃーんでもあの奥っぽいね。オッケーオッケー。次はクリアできそう。次クリアでしたら超早いな、でも。でもまだゲームとして、でも出来上がってるわけ、ないわけではないけど、あくまでファンメイドですからね。先行していっちゃえ。しまった。近くにいやがるな。うん。音で位置がわかるけど。そっち行かれちゃうのか、やっぱり。そうなると、そっち行けなくなっちゃうんだけどな。他に道あんのかな?いや、一本道だな。こっちまで来んのかな?来たら、儲けもんなんだけどな。いやー、くそ、これ、ここの一本道来た瞬間やられるな。いや、待て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 。なんとなく部屋の構造見えてきたぞ。他に回り道があればいいんだけど、なさそうだしな。先行して先行けねえのかな?いや、もう先行ってるな。くそ。ずるくね?ほら、先行ってるよ。あい、あ、こっち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 。あ、負けた?負けたね。索敵よりか先に行けば負けるんだね。あ、向こうにいるな。これは？いや、ここにキーカードがないと困るんだが。会ってくれないと困るんだが。あった。よし。さすがに一番遠くのキーカードだ。これでしょう。どうやって戻るかだ、問題は。走り抜けちゃえばよくね？どうかな？走り抜けたら大丈夫かな？暗い暗い。やっぱいない。ああ、やべえ！あ、ちょっとくそちょっと待ってりゃよかったな。わかったわかったわかった。こいつの徘徊ルートが見えた。任せろ任せろ。次で終わる。この、次で終わる。俺がこのゲームを制してやる。お任せください。水のトラブル。よし。とか言って、あれが正解じゃなかったりして。あんまり早いと追いついちゃうから。曲がったら。ああ、早かったちょっとゆっくりして、あいつが部屋の中に入ってから、よし。もう一回行くべ。まあでも、置くのは正解とは限らないのか？まあでも、落ちてるところは決まってるっぽいよね。あった、キーカード。青いやつがそうなんだね。でも落ちてるところは決まってるっぽいけどなぁ。ランダムではなくて、やっぱりその、一番奥のやつが正解臭いけどね。ね。そうだよね。じゃあ一番奥のやつ行ってみよう。絶対そうだ。よし。あいつがどのぐらいのね、ランダムウォークをしているかだよね。ここを奥に行ってる？お、どこ行った？いなくなったね。いるわ。あー、くそ、もう追っかけられた。追っかけられると逃げらんねえんだよな。絶対逃げらんない。あ、逃げた。ほう。いけるもんやな。やるやないか。これもキーカード。これキーカード全部集めりゃいいんじゃねえか？まだそっちにいんのか。入ってきたらアウトだな。ね、入ってきたらアウト癖。あ、音が消えたぞ。あ、まあ、近いな。あ、そこで索敵してんのか。やば。奥行きてえな。どこ行った？いやー、無理だよ。よし。じゃあ、全部のカードを取ればとりあえずいいんじゃないかなって気づきました。奥の云々というよりも、すべてのカードを取ればどれかが正解であろうという魂胆です。で、まずここに1個。今んとこ4箇所カードがわかるので、こっち来てる。毎回コース変わるのか。ちょっと遠ざかるまで待ちましょう。ね、毎回コース変わるみたいだな。一番奥の部屋まで行くわけじゃない。だから多分、キーカードの近くにいるんだろうな。で、こっちか。ここですね。ここに行こう。で、問題は奥だよ。あれどうしようか。どこにいる？奥にいるね。この3枚じゃダメなのかな3枚で一応見に行ってみる？全部集めろじゃなくて、正しいカードを持ってこいっていう、ね、お題だったと思うんですけども。どうなんでしょうか？一番奥の部屋まで行ってませんけど。あ！行けた行けた別に奥まで行かなくても、どれかが正しければ、クリアできるみたいですね。なんだよなんだよはい、というわけで、クリアしました。そうなのか。というわけで、ナイトホラーズでございました。ぜひ皆さんも遊んでみてください。